米部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では119番目に置かれる。イネベー、米ーは穀物の外皮を取り去った実を意味する。節問開示に俗の実なり、乃木の実の形にかたどるとあり、本来的には乃木すなわちアーの実であった。高賀文明が発祥した下北の主食は泡であり。 長江文明の主食である稲が流入するのは後になってのことである。このため粟は穀物の代表であり、米字で穀物の字一般をも表した。古代には伝来したムーギが河北の主食となって粟の価値が下がり稲米を持って米の代表とすることになる。現代中国語では稲の海を大米、粟を小米、とうもろこしを玉米と呼んでいる。 ちなみに、属字は現在は泡を表すが、もともとは、殻のついたままの揉みのことを意味している。整理すれば、脱ぎが茎を備えた泡を代表とする稲科植物であり、それを脱穀し、茎を取り外した後のもみ殻付きの実が、属、その殻が、ぬか、殻を取り去った中身が、米であった。変貌の衣フとしては、穀物や、その加工食品に関することを示す。 なお近代になり、西洋の自然科学用語が流入した際、日本では長さの単位であるメートルを米で表記し、粉をデシメートルとするとともに、ミリメートル、センチ、デカメートル、ヘクトメートル、キロメートルといった和製漢字も作られた。米部は蒸気のようなイフを構成要素とする漢字を収める。また、糞のような会所において、 米形の比較を持つようになった感じも収めている。米、ありがとうございます。